これはひどい。顔はもうわからないが、こりゃ時津のじいさんのスーツだ。間違いない。俺見ないからね、絶対見ないから。トッキー言ったら素敵な人ね。死に様までお祭りのよう。焼肉が食べたい。ねえ、部屋に鍵はかけてあったの？総十郎の部…いえ、屋根裏部屋に鍵はついていないわ。常時誰でも入れる状態よ。シッ、これ死因は爆発による損傷と火傷ね。爆発元は見当たらないけど、ユリヒコ爆弾で遊ぶ性癖があったとか。あ、まあ芸術家らしいけど。みんな冷静になりましょう。これは犯罪よ、犯罪の匂いがするわ。どちらかというと小麦粉ではないだろうか。みんな、現場には手を触れないようにね。見るときは二人一組で、どちらかが偽装工作をしないか監視しながら調査して。あっちゃん、警察に連絡を入れてもいい？ありがとう。それじゃあロビーの電話借りるわね。しかし、とんでもねえシーンだな。爆発って、犯人は何考えてやがる。これ、事故じゃないの？時津のじいさんが、久遠寺邸で爆発物を取り扱う可能性はゼロだからな。ほら、この胴体ちょっと見てみろ。腰のあたりに妙な焼け跡がある。これロープじゃねえかな。時津のじいさんはこの部屋でロープで縛られて軟禁されていたと見るのが妥当だろう。でも、なんだって。ああ、なんだってそんな回りくどいことをしたかって話だ。爆発物を使う利点は、そうだな、起爆までのタイムラグを利用した時間操作と遠隔操作が挙げられる。どちらもアリバイ作りには有利だな。
だがまあ凶器は分かった。パンだ。はい。みんなちょっと来て。大変よ。電話つながってないわ。くもり、行くぞ。電話線が切れているじゃなくて、電話線そのものが抜かれてるわ。これじゃあ警察に通報するのはおろか、外部への連絡も不可能よ。じゃあ直接呼びに行ってきます。いえ、それは待ってください。今単独行動をされるのはよろしくありません。ほら、外。とりあえず今に集まりましょう。警察に連絡を入れるのは話を整理してからでも遅くはありません。しかし、とんでもないことになったわね。外の天気も荒れる一方だ。こりゃ土砂崩れの一つも起きてもおかしくね。そうなりゃ陸の孤島だな、ここは。嘘？マジ？ラッキー！そうなればお泊まりじゃん。なに、これフラグ？怖がるアリスちゃんを励ます係とか、俺立候補しちゃっていいの？どうぞご自由に。ま、一人死んでるんだからもう一人増えてもいいんじゃない？
エイリ神父、先ほどの死体ですが。分かっています。明らかに殺人事件です。ですが、場所が場所ですからね。おいそれと警察を呼ぶわけにはいきません。来たわ。辛気臭い趣味だってアコちゃんに罵られて早6年。夢にまで見た殺人事件の現場が来た。ちょっと総十郎、お茶もスコーンも出ないの？せっかくスターが訪問してあげたのに、ろくな歓迎もなし、いきなり殺人事件とか。あなたたち礼儀ってもんがなってないんじゃない？いや、しかし待ってほしい。人が一人死んでいるのにお茶とお菓子を要求するのは礼儀以前の問題ではないだろうか。ああ、何、番犬のくせにご主人様に意見しようっての？どうしてこうここぞという時に常識人ぶんなよ、あんたは。青崎が二人。そこのピンク、まずそうな人間だけど、それ以上総十郎さんに触れたら頭から丸かじるぞ。はあ、やれるもんならやってみれば。ふん、あんたの弱点なんて分かってんだから。また返り討ちにされてネズミ台の大きさにしてほしいわけ？へ、あれがこっちの本気だと思っていたなんて、目利きが悪いにも程がある。所詮は産業革命の陰でポッと発生したすすの魔女の末裔ってこと？ほんと格落ち品らしいスカスカの脳みそだよね。よし、死んで。犬同士仲良く2匹、これ以上ないってぐらい愉快に死んで。もう1人死んでるんだし、あと6人ぐらい追加されても構わないわよね。みんなそこまで。この素敵な展開異常な事態を前にして喧嘩している場合じゃありません。状況は火を見るより明らかです。時津百合彦氏が死亡していたことと、屋敷の電話線が消失していたこと、この2つの事件は偶然ではありません。これは連続したある人物によって引き起こされた事件と見る方が論理的です。すなわち殺人事件。時津氏を殺害した何者かは警察に連絡させないために電話を使用不能にしたということですか？そう、その通りよ、小鹿ちゃん。これはもう立派な殺人事件です。そして犯人はこの中にいる。
といいな。これそういうイベントだったの？そうよ、木の実くん、これはそういうイベントなの。油断していると後ろからバッサリなんだから。さあ、誰から持論を披露しましょうか。リツカ。申し訳ありません。うちの者が不穏な発言をいたしました。しかし全くの狂言でないことも理解してください。時津氏を殺害した犯人がこの中にいるというのは先走りすぎですが、状況の整理は必要でしょう。まず屋根裏の状況から。あの部屋は鍵がなくて誰でも入れる状況だった。この中で時津のじいさんが屋根裏に向かうところを見た人、あるいは相談された人はいる？時津氏を最後に見たのは誰でしょう？私たち3人は夕方から入館しましたが、その時点で時津氏の姿を見てはいません。俺たちは午前中からいたけど朝は一緒だったぜ。アリスちゃんの隣を奪い合ったから、これは間違いない。でもそうだ、あのじいさん時計を見て時間だとかつぶやいて今から出て行ったんだっけ。となると時津氏が消えたのは正午過ぎからですか。参りましたね。これでは全員に等しくアリバイがない。アリス、エイリたちを迎えに行くときしか動いてないものね。鉄壁のアリバイだわ。細かく証言をすり合わせていけばより確かな不在時間が出てくるでしょうが、あまり効果はないでしょうね。誰もが犯人に該当しすぎる。ここはアリバイより動機、あるいは凶器について話し合いますか。動機の線でいけば俺たちは全員白ですよ。むしろ外部による犯行とした方が通りがいい。時津のじいさんはあれで大企業のトップですからね。親族による利権絡みで殺されたってのが普通の考えでしょう。なんで動機をあれこれ想像するのも無駄骨かと。
そのセリフ、私が言いたかったのに。ゆうちゃんのボディブロー、痛すぎ。なるほど。ではあなたは凶器について、殺害方法について考察するべきだというのですね。そういうことになりますかね。凶器を特定させれば、誰なら殺害可能かって問題に移れるでしょう。幸い凶器ははっきりしていますから。エイリ神父は気づいていますか。ええ、それなりには。今と屋根裏間でなぜ聞こえなかったのかという不思議は残りますが、皆さんは分かりますか。一目瞭然でしょ、あんなの。手と足と顔にダイナマイトつけたんじゃないの。ええ、当然の論理的帰結ね。だって手と足と顔がないんだもの。その可能性もなくはないが、今回は別だ。時津のじいさんがどういう経緯であの部屋にいたかは不明だが、あの部屋で何が起きたかは分かる。粉塵爆発だ。はあ？粉塵爆発って、大気中に可燃性の石炭が舞っていて、花火とかで引火したら爆発するっていうあれ？大雑把に言うとそうですね。石炭に限らず、そこが密室で一定量の可燃性の粉塵であれば爆発は起きるんですよ。家庭用品で言うと小麦粉ですね。他には鍋の錆とアルミホイルでテルミットも作れますが、まあ状況からして粉塵の方でしょう。でも、ならどうして胴体だけ残ってたの？そもそも粉塵爆発ってそんなに強いの？それはこれから探るところだが、じいさんのコート、あれ、防弾ジャケットなのかもな。それと、死因は粉塵爆発とは限らない。殺した後に爆発を起こしたって線もある。爆発自体は小さいもので、手足と顔はあらかじめ焼いてあったのかもだ。そうですね。それなら爆発の音が今まで聞こえなかった説明にもなる。あの粉塵爆発の後は何らかのカモフラージュという説も捨てきれません。カモフラージュって何を隠すって言うんですか。ですから、不自然さをです。例えばあの遺体が時津氏ではなく全く関係のない人間の死体だったらどうです。その場合、顔があってはあの死体が時津氏でないことは明白です。犯人は何としても顔を隠したい。しかし
だからといって顔を焼いてはその行為そのものが証拠になります。なので焼かれていても不自然ではない状態を演出するためにあえて不自然な粉塵爆発を使って大元の不自然さを隠したとか。大きな嘘の前には小さな嘘が消えてしまうというやつですよ。言いたかったのに。なるほど、粉塵爆発にそんな意味が。で、ごめん、それってどういうことなの？とりあえず、凶器の所在を明らかにできるってことだ。総十郎、台所に小麦粉はあるか？今調べてる。ないな。買い置きがあったのに袋ごとなくなってる。つまりどういうことだってばよ。誰かが台所から小麦粉を持ち出したってことでしょ。それが示すところは、真剣に討論をしているところ申し訳ないのだけど、皆さんに大変なお知らせがあります。その前に、しずきくん、少しいい？ちょっと、そこ、近いんじゃないの？隠し事とか感じ悪いんだけど。ごめんなさい、リデル。でもその前に、しずきくんからあなたにとっておきの小話があるそうよ。きっと素敵な話だろうから、聞いてみてあげて。ああ、こんなことでいいならぜひ聞いてほしい。リデルの心を打つこと受け合いだって。アリスが、君には何度か助けられたし、喜んでもらえるなら俺も嬉しい。いいじゃない、聞いてあげるから言いなさいよ。ジューティム、ジュテーム、モナムー。今のセリフどんな意味だか分かっ。ちょっ、いきなり吐血して倒れ込んだ。
完全に死んでいるわ。やっぱり困ったことになったわね。どういうこと、アリス？リデルのやつ、なんで死んだの？説明するのは簡単よ。トッキーの殺害現場で気になることがあったから、さっきロビンに保管庫の様子を見に行かせたの。そうしたら一体分プロイキッシャーが空席だって。プロイが？じゃあじいさんとリデルをやったのはそのプロイだっていうの？正確にはプロイのルールに引っかかったというべきね。隠していても仕方のないことだから、はっきりと言うわ。これから朝まで笑うのは絶対に禁止よ。なんで？だってこの洋館、笑ったら死ぬ世界になったから。そんな、笑ったら死ぬとかマジ怖いじゃん。アリスちゃんったら冗談うまいんだから。マジのようね。木の実くんのおかげでよりルールが見えてきたわ。自分から笑う分にはノーカウントで、愛想笑いも除外。でも人の言動や仕掛けで心の底から笑ってしまったらアウトと判断されるのね。プロイキッシャーが稼働しているというのですか？しかしそんな魔力の流れがあるのなら、シスターユイカに気づかれないはずがありません。これは完全先行型のプロイ。それにユイカさん。はい、クオン寺邸の中で魔力の高を測るのは馬鹿げています。エイリ神父、私たちは一つの巨大な神秘の中にいるのです。魔力の流れなんてこの山に入った時点で測りようがありません。そうでしたね。お恥ずかしい、私も混乱しているようです。一ついいか、笑わされたら死ぬってのはいいよ。あんたのことだ、それぐらいあるかもしれない。だが死に方が一致しないのはどういうことだ？じいさんもリデルも木の実もそれぞれ違う死に方だ。ルールと言ったが、そこはランダムなのか？死に方はその人の人間性によるわ。人間性？トラウマとか本質とかそういうのを表すの？ええ、隠された性癖も暴露されかねないわ。ああ、そういうことだったのね。
ようやく合点がいった。いくらなんでもおかしいと思ったのよ。あの死に様はそういうからくりだったのか。木の実くん、札束撒き散らして死ぬとか、どれだけゴージャスな人生を期待していたのかしら。その札束もこれじゃ救えないがな。リデルは普通なんだな。彼女のことだから、俺はてっきり飛行機とかクルーザーに変形するかと思ったのに。そうっすね、さすがリデルさん、見かけ倒しのが半端ないっす。吐血して突然死とか、本気で地味すぎるっていうか、木の実の旦那以下とか、これだから三下は出落ちすぎて救えねえっす。誰か三下だっつーの。生き返った。なめんじゃないわよ。心臓止まってくれる。死んで死んで。うわ、心停止を気合で耐えた人類初めて見ました。あの程度の笑いじゃリデルさんは殺せそうにありませんね。すごいな、今度その秘訣を教えてほしい。ええ、完成されたゾンビのよう。私は信じていたわ、リデル。あんたたち、褒める前に謝るのが先じゃない。だいたい試すならそこのウェアウルフの方が適任でしょ。殺してもほっとけば生き返るんだから、なんで私を狙い撃ちなのよ。え、だって私たちライバルなんでしょ。なら殺し合いをするのは当然だと思うけど。ライバルってそういうものよ。やるじゃない、隙あらば仕掛けてくるなんて。見直したわ。やっぱりあの女、殺しても死なない系だったか。たまんねえな。ちょっと築地、あんた今のおかしいと思わないの？人が死んだのよ。ホウスケとか紙吹雪になって死体もないのよ。笑ったら死ぬとかなんだっていうのよこれ。もしかして私とっくに夢見ちゃってる？落ち着け、信じたくねえが現実だよ。クオンジの言う通り、この洋館はそういうルールの世界になって、リデルはそれに引っかかったが、自力でルールに抵抗したってわけだ。頭の痛いことだが、クオンジとリデルはその手のオカルトがありな奴らなんだよ。俺も具体的には知らねえけどな。というか、踏み込んだら巻き込まれる。ギリギリ外から眺めた結果、あの二人が本物だと判断した。今はそれで納得しとけ。納得できない。だってホウスケ死んじゃったのよ。クマリさん、木の実くんの死を悲しむのはまだ早いわ。彼やトッキーはアウト扱いで退場しただけ。現実ではまだ行方不明状態よ。誰かがこのゲームをクリアすれば、ゲーム内容はすべて無効扱いになって、彼らも元通りになるわ。死んでない？ゲームをクリアすれば元通りになる。
ですって。クマ、落ち着いて。気持ちも心情もわかるけど、今は話を聞きましょう。アリス、もっと詳しく話して。プロイの仕業なのは分かったけど、具体的にどういうルールになったの？クリアって何？このプロイは確率変動型のプロイなの。使用者が定めた条件が満たされたら発動して、あとは丸一日稼働し続ける。これがゲーム。ゲーム中は現実世界に新しいルールが一つ追加される。今回は笑わされたら死ぬでしょうね。またゲーム中は区域からの脱出は困難になる。この区域から脱出する方法は二つだけ。一つは誰がプロイの使用者なのか暴くこと。でも軽率に犯人を指名するのは避けるべきね。もし間違えていたり証拠が欠けていた場合、犯人を指名した人物もアウトになるから。もう一つはゲームが終わるまでプロイ以外の参加者が一人でもいいから生き延びること。このどちらでもクリアになるわ。クリアさえしてしまえば、何人犠牲者が出ようと帳消し。みんな生き返ってゲーム中の記憶は失う。どうなることかと思いましたが、それなら問題はありませんね。このまま夜が明けるのを待てばいいのですから。どうかしら。そうはいかないと思うわよ、ゆいちゃん。リツカ、それはどういう。木の実くんやリデルさんはともかく、トキツさんは無理やり誰かに笑わされた可能性があるんだから。それにあっちゃんはこう言ったわ。使用者が定めた条件だって。このプロイは事故で起動したんじゃなくて、誰かが意図的に起動させたってことでしょ。では犯人がいるってこと。そいつが誰かはわからないけど、こんなルールを作った以上、何としても私たちを笑わせようとするんじゃない？いえ、そうでなくても犠牲者は出るかもしれない。こんなこと言いたくないけど、疑心暗鬼から来客たちが自滅し合うのはミステリーの定番でしょ、リツカ。そう、その通りなのです。さすがアコちゃん、わかってる。このルールの底意地が悪いところは、殺害方法が犯人だけの特権ではないことよ。極論として、犯人を突き止めなくても生き残れる方法はある。要は他人に笑わせられなければいいんだから。やられる前にやれ。自分以外の人間を先に消してしまえば安全だ。まとめるとこういうことですか。1、今
妖怪は笑うと死ぬ世界になっている。2、その状況を望んだ人物 A がいる。3、俺たちはその人物 A が誰なのかを見抜くまで安心できない。なぜならその人物 A はすでに時津老人を殺害しており、他の人間を殺さない保証はないからである。4、必然俺たちは自分以外の人間を疑い、正体を暴くか朝まで身を守るか笑わせて消していくしかない。と生き残れるのはただ一組。何かっこよくまとめてんのよあんたは。アリス、これ何番のプロイ？15番、まじないと確率変動、二神同体、願掛けによる魔力強化のプロイキッシャーよ。あっちゃ、やっぱりスイーツハーツだったか。最悪、あんなの使うやつがいるなんて、どんだけ優柔不断なのよ日本人って。スイーツハーツ、それがこのプロイの名前なの？アリス。イエス、一定のルールを作って、その中で生き延びたパーティーの魔力を向上させる戦闘前の運試しみたいなプロイよ。大抵はみんな全滅してスイーツハーツの一人勝ち、生存者はいないってデスゲームだけど。じゃあ私はアリスと組むから。あ、何よその組むって。これはパーティーサバイバルなの。ゲームは二神同体、二人一組で挑んだ方が勝率は上がるわ。だって最終的には面倒な犯人宛てより力ずくの笑わせ合いになるのは明白でしょ。誰だって最後に生き残るのは自分でありたいんだし。その点私とアリスなら絶対よ。アリスは笑わないし、私はパーティージョークを担当できるしね。そうでしょアリス。そうね、しずきくん、お願いできる？そうだね、聞いた限りアリスなら安全だ。優しさとかないのあんたたちには。なるほど、自分が犯人ではないと思う信じられる知人をパートナーにして協力し合うのですね。シスターユイカ、よろしいですか？そうですね、恐ろしいことですが、この中で最も信用できるのはエイリ神父のようですから。私はのけものか。アコちゃん、私と組む？リデル、組みましょう。今夜だけは過去のことは水に流して。流しましょう、私のことも水に流しましょう。ふん、いいわよ、好きにして。いざとなれば二人で洋館ごとコッパみじんよ。自然な流れだな。じゃあまあ常識人らしく、俺たちは俺たちで組むか。クマリ。総十郎さんと組めないんなら僕は一人でいいや。どうせ遊びだしさ。あー残念。それじゃあ私は山城先生と。あれ？